え、みんなさどうせ夜やるんだろうなぐらいでしょ多分。イベント最終日だし、こいつ夜やるだろうなぐらいじゃん。だから特になんかアイテムをたらふく買ってとかじゃないと思うんだよ、うちの枠って。んじゃあ何時にやるからこれだけアイテム買っとこうとかじゃないでしょ多分。普通に来て多分たくさん買ってくれてね、投げてくれたんじゃない。あ、ゆうなくんにあげて、無料投げに行ってあげて。すごい投げてくれたわ、バグ投げしてくれたから。ちょっとゆうなくんにお礼行こうか。俺は何もできないからさ。あ、ヤスポンもね、ヤスポンも配信やイベントやってるんだったら気づいたら投げに行こうよ。うんね、そうか、ハルニャンとかね、いっぱい配信者いるからさ、ちゃんと俺前120万ポイント140万、違うわ、140万どころじゃないよ、あの俺70万ポイントだったんだよ。70万ポイントありがとう。で1位が190万でしょ。あ、だから120万ポイントだ。だから8時まで行ってきた、おかえり。8時までね120万ポイント離れてたんだよ、おかえり。ありってコメントだけだなって 何がいけないの。いいじゃん、偉いじゃん、ずっと応援してくれて。何が文句あるの。文句言わないでよ、うちのリスナーに。みんな自分ができることやってるんだから。入ってきた、ありがとうね。ナイスして、タータンもありがとう、投げてくれたね、タータンも。花火ありがとうございます。喉カラカラ。いつもさ、あのパイレーツカリビアンとかふざけるんだけど、今日ずっと叫んでた。うん、ずっと。お疲れ様です。ゆうなってイケメンだよ。これゼロワンがすごいんじゃなくてリスナーがすごいんだよ、マジで。リスナーさんがコメント読んでる、読みますよ。あのさ、イベント終わって俺に文句って、お金稼いだとかそういう妬みやめてよ。いいじゃん、お金稼いでも。何がいけないの。お金稼いだけど、俺が配信頑張って稼いだからいいじゃん。文句言ってこないでよ。レレミいらっしゃい。風邪気味つうか叫んでて。人狼殺、ちょっと1時間喋りたい。さすがにこの1位にしてもらってね、振り返らずにね、あの、はい、占い使用します、3番ランダム白ですとかやれないでしょ、ちょっと。さすがにね、やばいでしょそれ、さすがに。だからちょっと最低でも1時間ぐらいやろうよ。だってすごかったじゃんこの4時間ね。あまり投げない、お前何様なの、お前どんだけ投げてたの、お前なあ。中田会長って政治も今月どれだけ応援したの、いくら使うの。2500個って25万だぞ。イケボですね、切磋琢磨。このね、マジで最終日やばいよね、うち。花火ありがとうね、ありがとうね、応援してくれたね、覚えてる。マジでやばいと思う。うん。イベント感謝の、それお前なん、それ望んでるの、投げた人は。言うなら俺誰ともコラボしなくてもいいんだ、一人で、あの一人でやるのが一番応援されると思う。うん、
例えばミーコといてこんなに応援された？されないよね。萌の家にいても多分無理だと思うよ。一人でいたからだと思うよ。多分そうじゃない。一人でいるのが一番いいんだって。ただ女が好きだから絡むこともあるけど、女となんかね、これね、まずグループ1位 であとは総合1位があって、あとは地方のグループがあるんですよ。でその地方は1位か分からんけど、だから東日本、東京、関東 B のみんなのポイントでまた競うんですよ。関東 A とかね。だから3つ順位があるんだよ。中田大したことない。お前ブロックな。もうアンチになりな。全部1位だった？エリアも1位？ってことは、三浦さんに勝ってるじゃん。三浦さんに勝ってるんだよ。三浦さんのグループに。全部1位じゃん。マジでやばいわ。だってデイリー1位って三浦さんにポイント勝ってないの？いや、マンスリーじゃなくて。わからんけど、これみんなさ、運営さんに言ってよ、おすすめ載せるように。さすがに俺載せながらやばいでしょ。ゼロワンおすすめに載せないで、誰載せるのって話じゃない？おすすめに乗らないんだよ。これマジでね、問い合わせしてよ。なんでかっつったら、この前ひどんながバンになったじゃん。ナイス剥奪されてないんだよ。リスナーがね、みんな。問い合わせして。なんでわからんけど、おすすめの一番下にいるんだって。だ新規来ないんだよ。でもさ、昨日の配信、イベント配信って理想的なんじゃないの？多分みんなで応援して一致団結してね、一つの目標に向かっていくってふわっち配信者、これね、みんなやってるんだろうけど、ちゃんといい放送してると思うよ。新規リスナーに見せた方がいいと思うけどね。ああやって別になんかね、どこぞの誰かとは言わないけど、歌って踊ってるっていうよりは、一生懸命お礼を言ってる枠じゃん。あ、ありがとうね。すごい引き付け力だったね。それ新規に見せた方がいいんじゃないのって思わない？じゃあ昨日のイベントつうか、いつもそうなんだって。イベント最終日ってドラマがあるんだよ、マジで。でアンチが相手を応援してさ、すごい盛り上がるわけよ。でアンチにも勝ったよね、正直。萌の家、行かない。前回で九州で1位になった時あったじゃん。であの時にあすみちゃん家行ったんだよね。でさすがにイベント1位にしてもらって、あすみちゃん家行ってさすがにどうなのっていうリスナーさん多くて、今日はつか正直萌ちゃんってなんかいろいろぐちぐち言うくせに俺を応援してないっていうのがよく分かったね。別にイベント最終日なんか風船投げるわけでもなく、俺がさ終わってさなんかコメントしてるじゃん。なんかあんま好きじゃないなんかそのくせさ、あーだこうだうるさくない？俺に真剣に応援してる人に言われるならわかるんだよ、やっとかよって。気づいたね。いや別にね、イベント中に俺課金さしてほしいってわけじゃないんだよ。でも応援はしてほしいよね。これ言いたいことわかる？そんなフラッと来てさどうのこうの言われたくないよ。お前さ部外者なんだよ、はっきり言って。
あの、大して俺を応援してないんだったら、俺になんかああだこうだ言ってくんのやめてよ。いや、みんなとやってるんだよ。なんか仲間じゃないなと思う。だから電話もしてこなくていいよ。LINE でね、すごい謝ってきたけど、許したけどね。着信拒否も解除したけど、あの、いつも俺を支えてくれてるリスナーさんにアドバイスもらってね、俺がなんかおかしかったら教えてもらうんで、もうお前に教えてもらうことないよね。みんな思ってた？いや、気づいたんだ。いや、ブロックとかしなくてもいいけど別に、うん、だってハルニャンとかね、配信者で自分の配信も忙しいけど、なんか最終日応援してくれるし、トイレ行ってきた配信つけてすぐ。俺なんでこんなやつに説教されて言うこと聞いてたんだろうなと思うよ。うん。どんな時も見守ってくれてる人の意見聞いた方がいいかなと思う。あ、またコメントがラグいわ。萌えと電話で決着つけろ。今これが一番新しいコメントなんだよ。ラグいでしょ。アミナもありがとうね。アミナも。アコちゃんいる？マジで普段見かけない人の爆投げすごくて、いつも潜って見てくれてんのかな。マジですごくて、そういう人が多くて、タヌキとかキツネでコメントしてるのかな。何そんな投げてくれたんだろう。やっぱね、実感したよ。どんな人が見てね、普段見てくれてんのかなとか、すごかったからさ。やこちゃんだけじゃないんだって。普段いるのかなって。でプロフィール見たらお互いフォローしてたんだけど、でも見守ってくれてんだろうなと思って、そう思ったよ。だから誰が見てるか分かんないからね、そういう意識であれしないとなと思って。お前は今いらないってさ、じゃあイベントやろうかっつったらさ、ね、鳩でさ、今から萌えが告白するらしいよとかも邪魔くさくない？いらないってなるでしょ。どんな放送してるか知らないけど。邪魔しないでよ。なんか自枠やってさ、ね、うちのリスナーの残党となんか、喋っときなよ。ゼロワンワーとか言って、やっとけよ。でマジで本気でやってたんだよ。本気で。あ、フミヤもね。うん。なんかお前になんかいろいろなんか言われることないなと思った。うん。あ、ありがとうね、大花火。なんかちょっと家行ってやろうかなっていう気がなくなったから。うん。またコメントラグいわ。ありがとうございます。ナイス押してください。よかったら。ありがとうございます。ありがとうね。うん。押した？ありがとう。どうしようか。ちょっと趣旨に戻るけど。今、名古屋にいるじゃん。どうしようか。関東1位押してくだ。ああ、ありがとうございます。引っ張りました。初見ですが、ありがとうございます。ありがとうございます。私の枠に来たらナイスをしてって言ってるの。お前の枠に来るリスナーってさ、うちのリスナーがさ、9割じゃないの。お前勘違いしてないよ、お前。てめえのリスナーって何人いるの？ 5 人ぐらいじゃないの。それが悔しかったら、自分で放送してね、俺の話題を出さずに、俺の名前が出ても出さずにやれよ。もともと閲覧5なんだから。
ちょっと閲覧増えて自分の閲覧って勘違いするのやめた方がいいよ、お前。枠覗いたら俺の話ばっかしてて。大きな勘違いだからね。君。ねえ。しつこいだろ、こいつ。もういいよ、お前どっか行って。いらない、今喋りたくない。どっか行って、邪魔邪魔なんだよ。またいや喧嘩っつうか邪魔だなと思って邪魔だっつってんの、目障り。でも早くしよう、行く人道ナイス300ぐらいまでいい、ちょっと1時間ぐらい喋りたいんだけど。次どこ行く？次待ってる。メンツは誰がいるの？メンツは弱いんだもん、みんな。ねえマジで弱くて。つか養分さ、つまんないとか言っててやるの？ブレブレじゃない？ちょっと人狼バカにしてたよ、昨日まで。どうした急に？俺強いと思うよ。どう？みんな見て賢くない？考察結構伸びると思うけど。あんま上手くないけど、だから上げ足とか取るの結構上手い方だと思うよ。